はい、こんにちは、やすです。今日はね、収録日8月13日ですけども、今日のね、ヘッドラインは、今の株価適正っていうね、内容でお届けしたいなと思ってます。今日もね、最後まで見ていただいて、いい動画と思っていただければ、ぜひ、ね、チャンネル登録といいねでね、応援していただけると嬉しいです。で、今日はですね、先週っていうか今週かの、ニュースチャートをね、おさらいして、あと2週間前ぐらいにやったね、イクイティリスクプレミアもね、ちょっとね、確認しようかなと思ってます。で、それを見るとやっぱ今の株価って別に結構適正なんだなっていうふうに基本的には思ってます。ただそれでも、まあ、999の進み立てっていうところはもう一旦、まあ、エントリーとしてはもういいでしょう、過ぎたかなっていうふうに思ってて、まあ、次のタイミングを待つべきかなと思ってます。ハイグローはまだ伸びるとは思いますけども、これもね、やはり CPI の直後、まあ、そこで最後だったかなっていうふうに思うので、まあ、次のエントリーポイントを持つっていうのがね、まあ、基本的な考え方です。はい、まあ、こちら私の考えなんで、ね、ぜひ他の方の YouTube、Twitter、ブログもね、ぜひ参考にしてください。まあ、ただなんかこう、なんですかね、手前味噌ながらというか、結構ツイッターでもね、ヤスさんのおかげでこう爆撃しましたという声ね、多く聞いてね、嬉しいですね。まあ、僕も相当今回乗れまくってるので相当儲かってますけども、まあね、乗れてるとね、いいなというふうにね、思ってます。はい、で、まずこれがね、今週の、パフォーマンスなんですけども、ダウがプラス 2.9、S&P がプラス 3.3、ナスダックがプラス 3.1 という結果になりました。YTD で見てももうだいぶあれですね、ダウがマイナス7、S&P がマイナス10、ナスダックがマイナス16ということでね、まあ、指数をガチ保しててもせいぜいマイナス 10% 程度というところまでね、来ましたね。はい、まあ、ただこれ、それは結果論であって、やはりインフレが収まらなかったら、全然もっと暴落はありえたと思うので、やはりね、これはね、ガチ法は良くなかったと思いますよ、振り返ってね。やっぱ1月5日とか20日の時点で1回売り抜けるべきだなって、私は基本的には考えてます。今回、たまたま良かったか、EPS 成長までね、波及しなかったので、だいぶだったんですけども、もしね、これがインフレが行き過ぎてね、EPS 成長まで波及してたら、もっともっと悪かったと思います。で、まあ、これ改めて確認なんですけども、まあ、2番底とか下落を警戒されている方もいますけども、基本的には、今10年金利が 2.8% ですけども、やはりこれが金利が上がらない限りはやっぱ下がりづらいと思ってます。うん、で、一応金利の織り込みとしては 400bps を超えるかどうか、今 375bps で、ね、織り込みが止まってますので、まあ、一旦この限りでは大丈夫だろうと思ってます。で、経済失速ですね。まあ、これは2番底来ないという動画でやりましたけども、リーマンショックとドットコムバブルは EPS 成長がマイナス 50% 以上のね、ですからね。で、今はまだ来年 EPS 7% くらい成長するので、リーマンとかドットコムバブルのような EPS を軸とした暴落からはほど遠いです。ありえないです。まあ、ほど遠い。なので、今のところはその傾向が見られてないなというふうには思ってます。ちなみにですね、これ金利乗り込みですね、今375ベースポイントの折り込みっていうところは特に変わらないんですけども、利下げの、ね、折り込みがなくなりましたね。なので、まあ、私もこれちょっと薄そうだなと思ったんですけども、8月はですね、若干景気強いよっていうね、まあ、そんな感じの、なんていうかな、まあ、若干景気強いですよねっていうで、まあ、なんていう数字の表れ方がしています。はい、で、まずニュースをパパって見てるんですけど、まあ、今週何といっても消費者物価指数でしたね。まあ、ピークアウト気味ということです。下にありますけども、これちょっとアバター消さないと見えないですね。まあ、YOY がね、8点いくつだとかで高い高いって言われるんですけども、去年1年間のね、インフレを加味しても無駄なので、マンスオーバーマンスを見た方がいいです。で、マンスオーバーマンスで見ると、今回原油とかコモディティも入れたインフレは7月は 0% です。すなわちこれを12ヶ月続けたらインフレ率はプラス 0% になるので、まあ、どんだけ YOY が 8. いくつだったかな、 8.6 とかだろうが、今現時点のインフレ率を12ヶ月続けたら 0% なので、やっぱ MM が大事で、FRB が注目している 2% になるには 0.2% ぐらいです、大体。うん、インフレしていい率がね、マンスオーバーマンス 0.3 だとちょっと高いかなという感じですかね。はい、で、右がコアです。エネルギーとか、食料を除いたコアは、もともと 0.5 だったら 0.3 ということで、まあいいですよね、ここまで下がってるってことは。うん、で、7月末ぐらいからね、住居費というか家の値段下がってきてますので、まあおそらく、コアに関して言うと、9月発表の、8月のコア CPI も、まあまあまあ、それに、ね、安心した数字が出るんだろうなっていうふうに思ってます。うん、なんで、多分、もう今、住宅価格どこも下がってるんですよ、もう引っ越しシーズンも終わっちゃったしね、だからこれ以上金利上げると、多分オーバーキルに入りかねないので、まあ、おそらく私は FRB としては、今の475ベースポイントの折り込みからは動かないんだろうなというふうに今は思ってます。
生鮮物価指数はむしろデフレ傾向、マイナス 0.5% だったっけ、まあ、予想が 0.1 とかに対して 0.5% なので、まあ、むしろデフレ傾向という感じになりました。ミシガン大学の消費者心理ね、まあ、これ心理ちょっと改善しましたよということで、インフレ機会がちょっと低下しましたよということですけど、まあ、去年からズタズタズタって下がってきて、ようやくちょっと改善したぐらいなので、別にこれでもって景気が強いとかまで言う気はないんですけども、若干ね、若干景気の見通しが、まあ、少し良くなったよう程度の、ね、お話なので、まあ、これでもって好景気が来るってまでは言わないですけども、まあ5月6月までは心理状況が悪化してたところに悪化の歯に歯止めがかかったみたいなね、まあ、そんな感じぐらいでいいかなと思ってて、まあ、それほど重要じゃないかなと思ってます。消費者物価指数が、ね、一番重要なデータだったかと思います。はい、一応こちら確認ですね。どこの連銀だっけ、これアトランタだったかな、アトランタ連銀がどこかが出して、あ、セントルイス連銀が出している、10年後の期待インフレ率も、まあ、下落傾向ですねということですけども、8月に入りね、若干雇用統計とかもあるし、ミシガン大学のセンチメント指数もあるし、若干景気強いよねということを反映して、若干インフレ率が上がってますけども、それでも、まあ、3、4、5とかに比べれば、だいぶね、期待インフレ率っていうのは下がってきてます。で、あと、記念しなきゃいけないのは EPS の成長率、要はリーマンとかドットコムバブルの時って EPS 成長がマイナス 50% や企業の利益が半分になっちゃったんですよ。なのでここから先に EPS が下がるのであればやっぱ警戒しなきゃいけないんですけどもね、Q3 の EPS 予測は若干下がり気味です。これはすごく気にはなってます。ただ一方で今年末そして来年末の EPS 成長予測は予測が横ばいになりました。で、運でもってプラスを維持してます。プラス 7% ぐらい。だからさっきも言ったように、ドットコムバブルとかリーマンバブル、リーマンショックとかが来るには、EPS がマイナス50。すなわち、この、ここにある線が下に突き抜けて、ここまで来ないと、そんくらいの暴落って起きないんですよ、基本的には。で、今現時点だと、アナリストの予想で言えば横ばいなので、まあ、どう考えてもそのような暴落は来ないっていうふうが、まあ、考える方が正しいですね。うん、はい。まあそれに関してはちょっとね、 Q3 の決算が、まあ、若干不安だよねっていうところはあるので、まあ、必ずしも来ないとは言い切れないんですけども、 Q2 の決算の結果を見る限りは来ない。あとは Q3 の決算次第だねっていうことになると思います。はい。でチャートを確認していきたいんですけども。これが VOO というか S&P、VOO ですけど S&P のチャートですね。まあ、綺麗に100日平均線も超えてきて、まあ、次200日平均線かっていうところなんですけども、すみませんね、私、この辺でちょっと短期上昇限界って書いたんですけども、ちょっと今日 ERP をね、アーニングリスクプレミアムをちゃんと計算したら、確かにね、ここまで上がってもね、問題ないっていうことがね、まあなんか思ったので、まあ、こんくらいまで上がってきたんだなという感じですね。はい。うん、まあでも下がってもね、全然この辺だと思いますよ。もうボトムライン大きく上がっているので、金利のおかげでね、うん、なんていうの、これで上がりすぎた怖い暴落っていうのはまあ当たらないんじゃないかなと思います。 EPS 成長か金利利上げがない限りね。でこちらが10年金利です。一時期 2.5% 台まで下がったんですけど、今 2.8% 台になります。でこれは7月ぐらいまではもうかなり景気が後退するとかそういうのが織り込まれて 2.5% ぐらいだったんですけども、最近のデータが若干景気、まあそんな悪くないよねっていうことを出しているのを受けて、若干 2.8% まで戻してきたっていうことが、まあ最近の傾向だと思います。ただいずれにせよこの 3.5 からね、ここまで大きく下がってきたので、最近の株価高っていうのはこれが大きく影響してます。はい。でこれから金利が 2.5% から 2.8%、 この辺りをうろうろするのであれば今の株価のままで問題ないと思っていますけども、もしこれがまた 3% を超えるような展開、やっぱ景気がどんどんまた強くなってて 3% を超えるような警戒があれば、やっぱちょっと警戒はしなきゃいけないなと思うけど、多分ないと思う。なんか私の希望としては、これ希望ですよ、希望的観測ですよ、9、10、11と景気が若干悪くなって金利が 2.5 下回ってくれた方がはるかに嬉しいんですけども、今現時点では景気ちょっと強めだから、まあ 2.5 から 2.8 ぐらいをね、まあうろうろするんじゃないかなってね、私は今は考えてます。こちらが PER なんですけども、まあ株価のね上昇はね、ここ最近は EPS の成長で PR の上昇です。まあでやっぱね、これ過去と比べてもやっぱ PR っていうのは若干高めだから、なんちゅうのかな、やっぱこのまま上がり続けることはありえないよねって思いつつも、まあ、一つね、私がいつも気になってるのは、ここ
ここの値って要はリーマンの時よりもはるかに高いわけなんですよね、 PR が。じゃあなんで PR が高いか、なんで一株の価格が利益より高いかっていうことが許されたかっていうと、やっぱ大規模な QE をやったんですよ、この期間、うん、5トリリオンとかね。で今回さらにそれにアディショナルで4トリリオンとか5トリリオンの QE をやったので、まあ、確かに、ね、世の中にそのかなりお金が多く出回ってるので、まあ、そういったことから考えるとやっぱ確かに PR が若干、ね、一段高めでも、まあ、理屈は通るなとは思ってるので、まあ、PR の、ね、あのニューノーマル、ね、例えばこのリーマンの時ってこうやっぱ PR って12か13が当然だったんですよ。でも今のニューノーマルってやっぱ17、18とかと思うんですよね。だからコロナ相場を経て、まあ、新たなニューノーマルが18、19に来るのかなみたいな仮説はねちょっとぼんやり思ってますけど、これはちょっと私のまあぼんやりとした考えなので、その確かじゃないですけども、うん、まあそういった感じもあるのかなとか思ってね考えてます。こちらオイルですね、91。ただねこれ今30日平均線ですけども、8月に入ってからも下落傾向が続いているので、おそらく、9月発表の8月の消費者物価指数は危険なものは出ないと思ってます。ただねコモディティが若干高いんですよね。なので少しコモディティが高めに出るというね、まあ、そんな感じの施設。ただというものの、若干インフラするけどねコモディティは、だけど、まあ、それでも別にそこまで暴落するほどのインフレじゃないとは思います。はい、で最後ちょっとスケジュール見通しいくんですけども、来週はね小売売上高、中毒住宅販売と、まあ、そんなに重要な指数が出ないので、FMC 議事録とか、まあ、そんなに重要というか、そんなに、危険なものが出ないので、まあ、来週は全体的に横ばいが、まあ、金利とかの動向次第ですけどもね、特に景気が強いというデータが出ない限りは、まあ、横ばいになっていくんじゃないかなと私は思ってますけどもね、はい。ジャクソンホールも特にないですけども、やっぱ一番気になるのはやっぱこの辺ですね、雇用統計、レイバーデー、ここでやっぱで何が気になるかというと、ここまでにやっぱ株価がもうちょっと上がった場合っていうのはもう完全に上がりすぎだと思うので、やはりここで下がるでしょう。今横ばいであればここで、まあ、下がる可能性はないなと思うんですけども、やっぱこの辺でねちょっと気にはしてますよね。例えばなんか景気が強すぎて金利が上がっちゃうとか、インフレが思ったよりも高かったとか、まあ、なんかあったら嫌だなとか思って、毎年下がりやすいからね、なんかここはロジックないですけども警戒はしてます。あとね iPhone のね新作発表会があるんですよねこの時期って。で今アップルの株価ってもう PR が暴落、その今年の頭の株価暴落前の PR まで戻ってきてるんですよ、アップルの PR っていうの、株価じゃなくて PR が。だからアップルに関して言うと、もう全然その金利が 1% か 2% 時代の PR になっちゃってるんですよ今、ね、でそこにアップルの、製品発表会が来て、アップルの製品発表はどうせね、なんていうのかな、Most Beautiful Camera Camera Ever っていうね、一番カメラが美しい、それしか多分言わないと思うので、まあそれを受けてね株価下がりやすいんですよね。だからまあそのレイバーデーとアップルの製品アップルの、新作発表会で今アップルの PR が高いとかを受けて、この辺でやっぱアップルに対してねショートを仕掛けやすいタイミングが来ちゃうよねと思うので、やはり9月っていうところはかなりね警戒はしてます。はい、でまあ、インフレはピークアウトですよね、で住宅価格の反応が遅れてきますけども、住宅価格がもう今上がることは難しいと思ってます。まあ、金利が下がるとねやっぱ上がっちゃうけど、今の金利であれば私モーゲージ毎日見てるんですけども、金利非常に高いのでやっぱ新たな買い手っていうのは少ないはずです。で今週もね住宅価格の値下げが続いてますので、まあ、全国的にっていうところはやっぱ俯瞰してみなきゃいけないですけども、まあ、上がることは難しいと思うので、おそらくその観点からもコア CPI はね、9月発表のコア CPI は8月もマイルド傾向が続くと思います。一方で経済がそこそこ強くてね利下げが遠のくっていうところが、まあ、やっぱ今後ちょっと少しね株価が軟調になってくる傾向になるかなと。今までほら明確にね10年金利が下がったから株価上がるって、ね、私もツイッターとかでは10年金利が下がったから株価もうどんどん上がりますよってことを言ったんですけど、今ね、若干10年金利が戻してきたし下がってはいかないので、まあさすがに軟調になってくるだろうなというふうに基本的に考えてくれてます。で、エキリ回りマイナス長期金利、まあ、ERP ですね、アーニングリスクプレミアム、エキリ回りマイナス長期金利はいい感じ、ちょっとこれの説明していきます。まあ、これはですね、私が2週間前ぐらいに出した、何の動画だっけあれちょっと忘れちゃいましたけども、アーニングリスクプレミアムの動画出したんですよね。でアーニングリスクプレミアム何ですかって話なんですけども、すごいシンプルに
益利回りマイナス長期金利をやります。で、益利回りっていうのはもうちょっと面倒くさいこの定義を抜いて、基本的にはその株を持ってると1年間でどんくらいの EPS が得られますか、利益として得られますか、利率はどうですかみたいな、そんな感じです。で、ここに書いてある上の 4.7、5.2、6.3、6.3、5.7 っていうのは、まあその時々の株価、その時々の EPS をベースにして計算したこの S&P という株の1年後の期待利益率です。で、下が、赤文字が10年金利です。10年金利ね、ちょっとここまばた開けそうか。これが10年金利です。だから 1.4、2.87、3.5、2.9、2.87 ね。で、一番下がその切り回りから10年金利を差し引いたアーニングリスクプレミアムで、これはどういうことかっていうと、その切り回りと10年金利をこう差し引くことによって株を買うということは、10年国債、ね、安全資産よりも 3%、2%なんですか、プレミアムが乗っかってるってこと。だから株ってリスクがあるから、リスクがある分やはり何パーセントかはね、10年国債よりかは、まあ、プラスが維持できてないとダメですよねっていうロジックのもと、マイナスしたらこうなるんです。なのでこの時って株価がすごい高いので、まあ、利回りは低い、ただし長期金利も低いから 3.3% の、まあ、プレミアムが乗っかって、だからお得ですよね、買いましょうってことなんですよ。ただしここから金利がグガガって上がってきたので、まあ、例えば途中経過ね、ここ、10年金利が 2.8 になると株価が5、株価がね、ちょっと下がったとはいえ、ここ見てください、リスク、株価、金利が上がったから株を持ってるうまみが 3.3 から 2.7 に減っちゃったんですよ。だからこの時点ではね、それは10年国債買った方が得だよねってことなんですよ。 2.3 なんしかリスクプレミアム乗ってないから、だからどんどん株価下がってったんですよね。どんどん下がってった。で、最終的にはここにたどり着くんですよ。10年金利が 3.5% で、株価が下がると実は株価の利回りってね、 EPS が下がらなければ上がるっていう仕組みなんで、まあ、一応そこを置いておきますけども、 6.3 マイナス 3.5 で、この時はリスクプレミアが 2.8 だから、すなわち この時の株価からここに下がったことによって、リスク利回りが、まあ、ここまで下がってようやく、あ、この株買っても 2.8% の利回りが得られるよねっていうところまで下がりきったところがここだったんですよね。で、ポイントはここです。 3.5% から 2.837 まで10年金利が上がってきま、下がってきました。だからマイナス 0.7 ぐらいです。で、そのことによってですよ、ここ益利回り 2.8% で、10年金利がちょっと下がったこのタイミング、まあ、僕がツイッターで10年金利下がったからハイグロ上がるって言ってた時ですね、この時一瞬ですけども、VO、S&P を買う方がリスクプレミアムは 3.4% なんですよ。だからここ直近6ヶ月の中ぐらいで一番株が魅力的だった時期がここなんですね。債券とかに比べて 3.4% もプレミアムがもらえる。しかも原油が下がってる、コモディティが下がってる、金利も下がってる。だからもうここで買い場だって言って買う人がやっぱ出てきた。まあその時私も PR とか PSR とか個別銘柄ごとに見てたんですけども、やはり決算が良くて PR が低ければやっぱ買われてきます。まあ一瞬ですけども、かなり株価がお得な状態が続いてた。それで株価が今日まで上がってきましたけども、ここまで株価が上がってくるとね、株の益利回りは 5.7% に低下してます。で、そこで、ERP は 2.87 っていうことなので、まあ、何が言いたいかっていうと、実はこの金利の時、そしてこの株価の時、この金利の時、この株価の時、株を10年国債に対する株の期待利回りっていうのは一緒なんです。実は一緒だから、10年金利が 3.5 から 2.8 に下がったことによって一時期ね、 3.4% っていうすごいお得なシーズンが、株が買われまくることによって 2.8 にまた戻ってきましたよっていうだけの話です。だから今株が上がってね、ちょっと怖い、落ちるかもって思うかもしれないですけども、今が適正なんです。まあ 5% ぐらいの調整はね、依然としてあるかもしれないですけども、まあおそらく今の金利を維持するのであれば、今私が線引っ張ったあたり、まあこの辺がね、大体ね、まあ底堅いとこだとは思います、おそらくね。今の金利で維持するという話であれば、おそらくこの辺が、まあ、底堅くなるでしょうというふうに、ね、考えています。まあ、ERP の観点から見ると今の株価は適正だと言えます。
まあ、ただ、もう 2.8% まで来たからね、こっから先株価が上がってっちゃうと、アーニングリスクプレミアムがこう 2.7、2.6、2.5 とかになっちゃうんですよね。で、そうなると、さすがにうまみがないので、債券買おうってことになって、金利がね、ちょっとね、債券買うと金利が下がるの、まあでも、その株は少なくとも売ろうってことになるわけなんですよ。だから、こっから先の上昇っていうのは、やっぱちょっとリスクプレミアム的には、まあ、美味しくないっていう感じになってくるので、まあ、ここから先の上昇っていうのは気をつけた方がいいかなと思う。あともう一つ気をつけなきゃいけないのが、これ12ヶ月先の EPS をベースにしているので、今 EPS 横ばいになってますけども、この EPS 成長がやっぱマイナスになってくるんだったら、益利回り下がりますからね。そのマイナス具合によってはやっぱ株価が下がるとかです、やっぱ総合的に見なきゃいけないです。はい。まあ、ここ書いてあるんですけど、長期金利が 0.5% 下がればね、5%、10% ぐらいの PR、株価上昇効果がある。うん、なんで、もしね、2.8 から 2.2% ぐらいになるイベントがあるのであれば、もう一段上がります。もう一段上がる。ただ、今、現時点では景気がちょっと強めなので、まあ、おそらく下がらないでしょうねっていうふうに思ってます。で、むしろ逆で、8月、9月のいろんな経済指標で、やっぱ景気強いじゃんってことになれば、3% を超えれば、これやっぱ警戒した方がいいです。リスクプレミアムめちゃくちゃ悪いので。うん、だから、まあ、ここから先はやっぱ金利をすごく見ていった方がいいなというふうにね、思ってますし、まあ、私は8月9月で、まあ、2.678 から下がることはないな、ワンチャンこう 3% まで上がったら怖いなというふうにはね、思ってるんで、そうしたらね、かなり気をつけた方がいいと思ってます。で、指数999見てては全然長期的に見たらありだと思うんですけども、ここから先はね、ノータッチだと思います。やっぱその CPI の直後が最後の買い場だったと思うので、ここから先はね、下がるまで待つべきだろうなというふうにね、思います。うん、今買った、ここから先買ったって、まあ、また同じ買い値に戻ってくる可能性は高いです。うん、ハイグロはまだ上がると思います。今日もちょっとハイグロの PSR 見ましたけども、まだ、10%、20% ぐらい全然上昇余地あるので、まだ上がると思うんですけども、まあ、エントリーするのであればね、やっぱ CPI 直後までに入るべきというふうに思うので、まあ、ここから先、まあ、入ってもいいけど、まあ、入る ベストエントリーではないなというふうに思うので、私は、まあ、9月のレイバーデー前後までね、一旦様子見で、まあ、それで決算のいいハイグロというところをね、この8月の後半、まあ、見繕っていこうかなというふうに思ってて、でまた9月とか10月とかに、まあ、その時に資金があればそこにボンボンボンって入れていく感じがいいかなと思ってますね。はい。で、一応銘柄だけちょっと紹介しておきます。これちょっとね、今週来週にかけて深掘りできたらいいと思うんですけども、やっぱりクリエネはね、 PVW、TAN とかに含まれる ETF に含まれる銘柄が今調子がいいです。これ ETF をね、出したので、銘柄はね、この PVW、TAN から見てもらえればと思います。そしてエンフェスはやっぱり調子がいいですよね。最近ね、これね、私も気づいたけど、リチウム関連が非常に調子いいですね。決算もいいです。LIT というね、リチウム関連の ETF がありますんで、この中にある銘柄は多分ほとんどいいんじゃないですかね。ただ、LIT 日本からでも買えるので、LIT 持つっていうのもね、悪くはないかと思います。そしてね、その中でも ALB、これが決算とか株価非常に、調子がいいです。リチウムね、これ気づけなかったな。当然 EV が伸びるからね、リチウムっていうところはやっぱ、しかもほら、ね、リチウムっていうのは、EV 以外にも、この今、欧州とかで、ほら、エネルギー危機が起きてるじゃないですか。で、ソーラーと一緒に使うんですよ、リチウムっていうのが。だから今リチウムの需要っていうのもすごい高くて、これはちょっと私ちょっと抜けてたなという感じですね。はい。バイオ、私バイオ全然詳しくないですけども、まあ、こういった時ってね、こうちょっとバイオ伸びやすい。しかもバイオとかゲノブって自然エネルギーと同じぐらい需要が高いセクターなので、要は血液だけでがんを発見するとか、そういった類ですよね。やっぱその辺っていうのは調子が良くなるので、やっぱ ARKG もね、最近株価、まあ、気になる動きになってきたかなと思ってます。これはちょっと私もよくわかんないので、お勧めしてるわけじゃないですけども、株価いいですよぐらいです。あとね、最近株価とか決算が調子いいのが、やっぱり地味クラウドサーズですよね。まあ、WCLD もちょっと抜けてきましたし、ハブス、アルタリックス、ズームインフォとかね、こういった、地味で PSL が高くないんだけども、決算いいとこ出してるっていうところが株価非常に調子いいですよね。うん。そして EV、テスラ、リビアン良かったですね。株価今日軟調でしたけども、生産台数伸ばしてきてますし、これから売り上げめちゃくちゃ伸びるので、私もうちょっと見たいと思うんですけど、リビアンね、相当いいと思いますよ、長期投資に。うん、まあもうちょっと見ています。はい。それだとね、驚いたのが EV5、チャージングステーションなんですけども、チャージングステーションって今まで、営利とか粗利がすごい悪かったんですけども、EV5 今回の決算、いい営利粗利出してきたんで、これちょっと調査したいなと思いますね。うん。EV のチャージャービジネスがね、こう利益残してくるとなれば、ちょっと話が変わるので、まあ、ちょっとこれ見てみたいなと思います。これちょっと紹介までです。
全然買いも売りも推奨もしてないんで、まあ、これをきっかけにね、あの株価をして銘柄をしていただければなというふうに、ね、思います。はい、というわけで今日も25分になったんでやめます。引き続きね、こちらのスーパーサンクスでサポートいただけたら嬉しいし、いいねチャンネル登録ねすごく嬉しいですね。またね、それじゃね、最近全然上げられてないけどね、やってるんで、こちらもよろしくお願いします。というわけでね、今日はね、今の株価適正という内容でお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。おお、アバターが最後まで右下いなかったですね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。